かない でっかいな声皆さんに全力でさえと呼んでほしいさんです。さえ、さえ、さえ、聞こえるか、さえ、こんばん初めてニゴラジにメールを送りました。ありがとうございます。そこで質問です。私はね、待って、今読んでる最中にさ二人して同時に水飲むのやめて、ちょっとさえって呼んじゃったから。裏側話すなよお前もそういうもんじゃん。かいでっかいな声お前でかいの声が。続けるよ、はい。今年受験生なのですが、はい、お三方が思うこの問題理不尽だろうって思う試験問題を教えていただけると嬉しいです。試験問題